皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、中国出身の人がある国に移住し、その国で帰化、そしてその国の国籍を持った状態でその国の国会議員になり、さらには大臣にもなったというニュースを取り上げていきます。さて、皆さんはこのような話を聞いて、中国出身の人が日本に帰化してその人が国会議員になり大臣にもなったらどのように思うのでしょう。少なくとも私はそのようなことが発生しないように、その前に制度作りなどを進めなければならないと思うわけですが、もしもそのようなことが発生するとすれば、それはかなり事態の深刻さを表しています。今回取り上げるニュースというのは、そういった意味では日本の出来事ではありません。しかし、今回ご紹介する話というのは、いずれそういった事例というものが日本でも発生するかもしれないという、ある意味危機感を持たなければならないニュースだと言えます。今回取り上げるニュースというのは、中国出身の人が南アフリカで帰化し、国会議員と大臣という地位を得たというお話です。日本ではこうした動きというものに反対すると、必ずのように自称人権派と呼ばれるような人たちが現れて、そのような人たちにも平等に権利を与えなければならないといったことを言うわけですが、さあ、それでは南アフリカではどのような反応が起こっているか見ていきましょう。それでは関連ニュースをどうぞ。中国に侵略される。中国系国会議員の誕生に南アフリカで相次ぐ抗議の声。1月27日に突如、南アフリカで初の中国系議員と大臣が誕生した。アパルトヘイトを経験した同国では、多様性の象徴として歓迎されるかと思いきや、中国の侵略に怯える市民から激しい反対の声が上がっている。とはいえ、中国共産党は中国人を徐々に移民先の政界へ送り込んでおり、市民の恐怖はあながち妄想とも言えない。南アフリカ議会に中国人はいらない。南アフリカの英文ニュースサイトは、同国の与党アフリカ民族会議 ANC がラマポーザ大統領の新たな大統領府大臣と国会議員に中国出身の帰化女性党員であるシャオメイを指名し、中国出身者の国政参入を嫌う国民から激しい反発の声が上がっていることを伝えた。前任大臣で国会の院内総務を務めたムセンブ議員は、新型コロナウイルス感染症で1月21日に急逝。シャオメイは次期議員の有力候補で、党執行部の指名により1月27日、故ムセンブ氏の議席と大臣職を同時に引き継いだ。彼女は華人初の南アフリカ国会議員となり、健康ポートフォリオ委員会の委員として新型コロナウイルス感染症対策などに取り組む。愛国的なネットユーザーたちは、1月27日から SNS で、 ANC は亡きムセンブ議員の地位をこともあろうに中国人実業家に置き換えるなんて全く解せない。彼女は ANC や南アフリカの政治について公に発信したことがない。公認大臣に誰がなろうと構わないが、中国の影響力がある限り、我が国はずっと中国共産党にぬかづかなければならない。中国はアフリカを食い尽くす大きな脅威。我々は21世紀の新たな植民地になり下がろうとしている。 ANC をこの人事は南アフリカの議会政治に尽くしたジャクソン・ムセンブへの侮辱だと思わないのか。南アフリカ人の尊厳を保護し、再確認する憲法が必要だ。一部のネットユーザーは、皮膚の色、民族、宗教に基づいて他人を差別する言い訳をすべきではない。南アフリカの歴史を知っていれば当然のことだと、外国人排斥の高まりを懸念しているが、投稿は増える一方だ。やり手のインテリ女性社長、南アフリカのシャオメイとは何者か。シャオメイは56歳の南アフリカ国籍中国人だ。1965年、中国の河南省に生まれ、中国の大学を卒業後、1994年、29歳で南アフリカのヨハネスブルク大学に留学。コンピューターサイエンスの博士号と電気工学の修士号を取得した。1998年、33歳で南アフリカ拠点のコングロマリット、複合企業に成長するランドグループを創業。彼女は30代で南アフリカ人の夫と結婚し、同国に帰化した。ビジネスを拡大しながら、中国南アフリカ傑出女起業家商会主席、南部アフリカ河南省商工会会長、全アフリカ商工会中国女性起業家連盟名誉会長、ヨハネスブルグランド孔子学院院長など、アフリカを代表する華人女性起業家として数々の中国系団体代表も務める。中国共産党河南省委員会からも
名指しでたびたび称賛されており、中国共産党と南アフリカのつなぎ役としても存在感を示している。チャオメイは2004年に ANC に入党、2016年から2017年にかけてANC の国会議員候補名簿に登録、2019年の総選挙に初出馬するも落選。アフリカ変革運動のリーダーズングラ国会議員もシャオメイの議員大臣就任に抵抗感を示す一人。中国出身黒人が中国の全人代の代表になれないのなら、なぜ中国出身中国人が南アフリカ議会議員として南アフリカの法律を制定することができるのか。中国人は自国民のために自国経済を保護し、世界中で中国企業の事業拡大を進めている。南アフリカをはじめ、アフリカにはたくさんの中国系ショッピングセンターがあるが、中国には一体いくつのアフリカ系モールがある。また、同党のマニー氏も次のように批判した。南アフリカ憲法には欠点がある。帰化した外国人は我が国の公的な代表になる資格を保持してはならない。ネイティブの南アフリカ人だけがその資格を持つべきだ。まず最初に言っておかなければならないことがあります。それはどこかの国に移住してその国の国籍を得てその国で定住する人たちというのはどこの国でもよく見られる光景で、そのこと自体は決して責められるような出来事ではありません。問題なのはそこではなくて、帰化してその国の国籍をもう取得しているにもかかわらず、もともといた国の政府の影響をその国においてさらに広げようとする、いわば先兵として働くということが最も警戒し、そして非難されるべきことだからです。そして今回の記事の最初に出てきた南アフリカの例というのも、そうした意味で中国とのつながりが非常に濃厚である人物がいきなり国会議員になり、そして大臣も同時に獲得するという非常に不可解なことになっています。日本においても民間人の大臣への登用というものが行われるわけですが、これは基本的には専門家がなるものであり、決して専門的な分野ではないところにいきなり大臣として登用されるということはありません。そのようなこともあり、南アフリカにおいてもなぜこの人物が大臣になるのだ、またこの人物は選挙において落ちたにもかかわらずこのような場において引き上げられるのはおかしいといった指摘などが起こるのは当然のことでしょう。ですから専門分野でもない大臣にいきなりこの人物がなったことや、選挙に落ちていたにもかかわらず引き上げられたことなども含めて考えると、かなり後ろめたい何かというものが背景にあることは十分考えられます。そういった意味では南アフリカに限定した話ではなく、一般的な話として言えばこのアフリカ大陸においては多くの腐敗というものが見られます。それは役人レベルであったり政治家レベルであったり、もしくはその国の指導者そのものが腐敗していることがあります。中国はそれらの国々にチャイナマネーを大量にばらまいて、例えば巨額のインフラ投資などを実行することがあります。巨額のインフラ投資を通して現地の政治家や官僚らに利益をもたらすことが中国と現地の国々における強力なパイプとなることがあります。例えばそのインフラ投資にもたらされるお金というのは国の借金として残りますが、しかし政治家にしてみれば関連の事業を自分の所有している企業などに受注させれば多くのお金を得ることができます。また存在しないペーパーカンパニーを介して利益を吸い取ったりなどもするでしょうし、基本的には国家というものに借金を負わせ、それによって私腹を肥やすという構図が非常に作りやすい国々というものが様々あります。そして中国のお金を握った国や政治家らというものはそれこそ中国に非常に有利に働いてくれることがあります。国際機関のトップを選ぶ時などにはこうした国々における一票というものも他の国と同じ一票として扱われます。ですから国連や国際機関のトップを選ぶ時に中国の推している人物が非常に多くの票を集めるという現象はすでに発生しており、それによって中国の政治力、外交力というものが確保されるということが今も実際に起こっているのです。このような海外の事例というものを考えれば日本ですべきことというのはある程度見えてきます。まず第一に、中国の人が日本で帰化しましたよという現象はすでに起こっています。ですからこれらの人の中から国会議員になってそして大臣を目指す人が出てきても別に不思議ではありません。特に日本においては少子化というものが進んでいますから、人口的に考えても日本人は純粋に言って減ってきているのです。一方で中国からどんどんと移民としてやってきて日本国籍を取得する人たちというものが増えれば増えるほど、いわば中国系の人たちが当選しやすい状況というものが年々確率的に上がってくるのです。
ですから将来起こるであろう危険というものをある程度予測した上で、少なくとも帰化した人その人本人は国会議員にはもう立候補できませんよ、最低でもその人の息子や娘さんまでは待ってくださいというふうに制度を改定したり、少なくとも地方であろうと中央であろうと選挙府に立候補するのであれば、最低限どのような国籍を持っていたか、その情報というのは基礎情報として開示して、日本国籍を持った人たちに十分に吟味させてくださいといったことをあらかじめ制度として整える必要があります。これは現在の日本の国会議員について言っても、国籍がごまかされているんじゃないのという人物などが十分紛れ込んでいることからもわかるように、国籍を明示するというこの制度そのものを整えることは今の問題の解決にもつながりますし、また未来の問題を未然に防止する上でも非常に重要なことだと私は思っています。今回の中華系の人が国会議員そして大臣になったというニュースは南アフリカの出来事ではありましたが、しかし中国にしてみれば別に弱いところをついた結果としてこのような事態が発生したというだけであり、日本にでも起こらないわけではありません。そのような危機感を持って世界のニュースを見ておくというのが、まさに日本でどうすべきかということを考えるのに非常に重要なものの考え方だと私は思います。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。